オイペンは、ベルギーのリエージュ州にある都市。ドイツ国境、オランダ国境から近く、アーヘンとマーストリヒトから15キロほど離れている。近くに、自然保護区域、ホアスベンがある。第一次世界大戦後、ベルサイユ条約は、オイペンと隣の都市、マルメデオ1920年から1925年まで、ベルギー行政下に置くよう決定し、エルマン・バルティア将軍の下で、 オイペンイコールマル政府が置かれていた。この地域ではすぐに住民投票が行われ、オイペンはドイツから離れ、ベルギーに併合された。しかし投票は無記名投票ではなく、ドイツ語話者もフランス語話者も、氏名と住所を投票用紙に記入することが求められていた。もし、ドイツ語話者がドイツ残留に一票を投じたら、町から追放される恐れがあり、 オイペンとマルメディ住民はベルギー併合に賛成したのである。オイペンはベルギーのドイツ語共同体議会が設置されている。18世紀にはオランダ語が広く話されていたが、ドイツ語を公用語としている。1843年のベルギーの地図。オイペンと東関東はプロイセン領だった。ありがとうございます。